皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、1500回の訪問営業というテーマでお届けいたします。私事で恐縮なんですけども、2014年はですね、1月から12月までちょうど1年間で1500回訪問営業を行いました。ただし訪問営業といっても一件一件こうアポを取ってですね、先方にお伺いするというですね、訪問ではなくって、まあ、アポなしで訪問するということだったんですけども、それをですね、日々記録に取ってたんですね。で、一応日々の行動目標は決めていましたが、まあそれがですね、1年間で1500回、まあ1500件と言いましょうかね、をやったということです。ですから、1社でですね、こう毎月行ってるところもありますし、3ヶ月に1回だったっていうところもあるんですけども、まあ行ったところは毎月1回コンスタントに行き続けたということですね。で、1500回ですね、訪問営業をやる前とやった後ですよね、何がこう変わったかっていう話を今日させていただきたいと思うんですけども、まず、始めた頃ですね、まあ1日ですね、多ければ12、3件回ったこともあります。で、これがですね、果たして続くんだろうかという、確かに自分で不安はあったんですけども、まあどっかでなんとかなるだろうと。いう思いがありました。っていうのは1点目がですね、特別アポを取っていくわけではないので、こういうことだったんですね。コンサルティングのこの移動の時間ってありますよね。いわゆる A 社にコンサルティングに行きました。で、次は A 社から B 社に行きます。で、この間に寄れるところですよね。顔を出せるところだけ寄ってきたということなので、まあ、そう負担ではなかったんですね。ですから、訪問するだけなので、なんとかなるだろうという、まあ、軽い気持ちで臨んだということだったんですね。だけど、続けられるかなっていうのは非常に不安があったわけです。それが1点目ですね。で、もう1点目が、まあ、現状っていうんですかね、コンサルティングの仕事をやりながら、要は営業をやるってことなので、時間はね、確保できるのかっていうのが、ちょっと、まあ心配だったんですね。まあただそれもですね、やり始めるとこういうことが起こります。時間ってね、昔から言うんですけども、時間は作るもんだって言うじゃないですか。これまさにその通りでした。どんなに時間がなくても1件でも2件でも回ろうってなっちゃうんですね、目標が決まると。それで非常にですね、この細かい時間の積み重ね、1分2分でも無駄にしないっていうですね、考え方とかそういった行動が私ここ1年で身についたような気がします。それが一番変わったことかもしれませんよね。あとは行動的になったということ、それはもうもちろん確かです。なんかよくわかんなくて頭の中で動かなくてもやもやしてるんだったらもうやっちゃった方が早いんじゃないのっていうね。まあそういう感じにですね、非常にアクティブに なれたということが挙げられます。そして、何と言っても変わったのはですね、仕事の数でした。仕事の数っていうのはですね、どういうことかって言いますと、もう大から小までありますけども、やはりですね、お客さんの元に行って訪問する、要はコミュニケーションを取るっていうことを続けていくとですね、そこから何らかしらの仕事が発生します。いや、ものすごいちっちゃいのはですね、例えば DVD、長谷川さん売ってたよねとか言って、それを購入していただいたりとか、対面でね、あ、そういえばこの前セミナーやるとか言ってたんで行きますよっていうですね、比較的、単価の低いものから、それから大きいものになったら、200万とか300万のですね、コンサルティングになっちゃいますよね。まあ、その辺でね、いろいろ本当出てきたんですね。これが、だから結果的にそうなったということですね。うん、コミュニケーションを多く取ったってことで、で、この年間ですね、私1500回やった訪問営業っていうのはですね、私の営業人生においてですね、非常に自信にはなってますし、おそらくこういうことがベースになってですね、私のコンサルティングが、去年のですね、夏ぐらいからどん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 、変わっていきました。ということで、皆さん方もですね、メールとかね、そういったですね、コミュニケーションもいいでしょう。はがきのコミュニケーションもいいでしょう。しかしですね、実際に行ってみる。うん。相手のところに実際に顔を出すっ
っていうですね、ことをやってみてはいかがでしょうかというご提案でした。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いします。そしてこちらに秋内はカドカドチャンネルの登録のバナーが出てるかと思いますので、こちらをクリックして登録もよろしくお願いいたします。